兵庫県香美町では毎年この時期に解禁を迎えるベニズワイガニの漁が始まり、今日初競りが行われました。今月1日に漁が解禁され、香美町の霞漁港では今シーズン初の漁を終えた船から一斉にベニズワイガニが運ばれました。関西では唯一霞漁港だけで水揚げされるため、霞ガニとも呼ばれるベニズワイガニはズワイガニとよく似ていますが、別の種類で色が赤く、強い甘みとみずみずしさが特徴です。霞漁港では今日1日でおよそ22トンが水揚げされ、売上は1720万円に上ったということです。1匹の最高額はご祝儀相場もあり、過去最高となる10万円でした。頑張りました。儲けとか損じゃないし、やっぱりこういう宣伝ですね、一つのね、はい、予定通りの滑り出しができて良かったのかなって今思ってます。とにかく美味しいんで食べてもらえたらありがたいのかなという思いをしてます。ベニズワイガニの漁は来年5月末まで続くということです。